極道そのもののルールで、一般人俗に言うカタギっていう、一般人僕らですよね、には手を出さないっていうのは本当なんですか？2パターンですよね。基本的に、綺麗事で言ったら、カタギに手を出すなって言いますけど、お前カタギに舐められて帰ってきたのかっていう場合もありますよね、もちろん。なんか飲み屋で喧嘩して、建築現場の人ら2人にしばかれたけど、カタギやったからやられて帰ってきましたって、お前、うちの恥かっていう、車突っ込んでも、暖房突っ込んでも、お前、けじめ取ってこんかってなるときの状況ですよね、それは。自分たちからこの口喧嘩になって、自分たち側から相手が仇だとしたら殴ったりはしないよっていうことの方が正しいんですか？そこも、なんて言うんですか？この言葉はそんな関係ないです。そうですね。基本的には、迷惑かけんなっていう、とは言われます。仇に迷惑をかけるはい。手はそんなより迷惑かけんなっていう、ヤクザやねんからっていう教えはあります。確かに。じゃあ、まあ、数年前に、はい。工藤会の組長と幹部、はい。死刑判決出たじゃないはい。ですか。あれはやっぱり一般人に迷惑をかけすぎたんですかね。暴対法に基づいた、もうヤクザを冷え切らせた、暴排条例ですよね。法律を改正させたぐらいのことをやってしまいました。仇、ヤクザ関係なしに、女子供に手出すっていうのは、人間として、男としてどうやねんっていう理論は強く残ってる。ここを超えてしまってるんで、やっぱりその、かつ、なんて言うんですかね、あそこって独特で、地域完全密着型で、よそいれへんっていう感じやったんで、敵はおらんわけじゃないですか。今までその、かすりっていうか、その、みかじめ料でやったりですよね。工事やるには、うちの許可がいるっていう、暗黙の了解のところに、だんだん時代に沿った会社の代が変わったりしてくると、断ってくるじゃないですか。昔は、助け合って、協力し合って育ってきた環境があったからこそ、みかじめ料が生きてたりとか、工事するのに、工事ここさせてもらいますっていう関係性が続けてとっても、代が変わってしまうと、この関係性ってゼロになって、ヤクザを排除しようっていう関係になりますよね。それは会社としては当たり前の考え方やと思うんですよね。でも、ヤクザの考え方としては、お前、今までそこの会社誰が大きしたってんっていう考え方を持ちますよね。そこのトラブルですよね。ここを本来は諦めるか、それとも話し合うか。話し合うっていうのは、通常ほんならみかじめ料を納めてもうとったのを、ボンクレだけは付き合いしてくれよと。ボンクレって何ですか？ボンとクレには、例えば、その、お金をもらわれへんから、数の子であったりとか、昔はしめ縄とかを買ってもらうんですよ。3000円で仕入れたやつは2万円。これがボンクレの付き合いです。何でもいいんです、商品なんで。カレンダーでも。何々組とか書いてめくるようなカレンダーで、原価100円かからへんの。あんな1万円ぐらいで。毎月じゃなくても構わへんからっていうのがボンクレの付き合い。ボンクレの付き合いっていうだけじゃなしに、お前覚醒剤やんのかってなった時に、タマポンやねんって。タマポンっていうのは、昔覚醒剤ってキノポンって言われてたところから、たまに覚醒剤を打つっていうことをタマポンって言うんですけど、ちょっと可愛いね。はい。それで、そんな時に、ま、喋んのかとかなった時ね、ああ、ま、そんな、もう、ボンクレだけですわ。ああ、ボンとクレだけっていうような感じですかね。でも、ボンクレだけですわってことは、回答的にはしてるってことですほんまにでもたまにおるんですよ。なんか、休みがない商売っていうか生き方なんで。でも、ボンとクレっていうのは、総本部が休みになったりするんで、親分になると、結構、四季折々の、生活ができるんで。四季折々です。盆は田舎帰るとか。あ、なるほど。正月は田舎で過ごすとか、親分クラスになるとできるんで、ほんなら、親分がおらんところの本部であったり事務所っていうのは緩やかになるじゃないですか。見に来たり怒りに来るんが少なくなるんで、だからその時に、ちょっと連絡途絶えたとしても、今やったら怒られへんなって言って、覚醒剤やるやつとか。ああ、なるほど。たまにいます、たまに。そんな時に、ボンクレって言ったりします。一般人には手を出さないっていうのはね、皆さん嘘ですので、一般人には迷惑をかけないという。正しい。そうです。ごめんなさい。